皆さんこんにちは、観音崎線博物館の佐野です。今日は僕は今どこにいるかと言いますと、対馬に来ております。長崎県 の、 あの朝鮮半島、日本海側にある、ね、朝鮮半島に近いところにある、大きな島です。で、夏のね、ジュニア生物調査隊中学部の合宿で、対馬に行くんですけども、まあ、その下見ということで、今日はっていうかね、この4日間ぐらいね、あの対馬で、まあ、どんな感じか見ていこうかなと思います。まあ対馬いろいろ固有種もいるのでね、あの対馬かぶりもどきとか、対馬平田クマとか、朝鮮平田クマとか、対馬山椒とかね、ちょっといろいろ見てみたいと思います。で早速ね、今沢に来たんですけども、まあ、対馬山椒を今6月なのでギリギリ妖精がいるんじゃないかなと思って、まああの妖精越冬する個体もいるってことなので、多分8月もいるかもしれないので、まあまあどんな感じか行ってみたいと思います。まあ、こんな感じの沢に来てみたんですけども、なんかね、まあ、ちょっと川幅がでかくて、もっとこう採流みたいなところの方が見つけやすいのかなと思って、ちょっと山の奥に入ってみたいと思います。こういうところだといないことはないんだと思うんだけど、なんかちょっとね、探しにくいよね。ちょっとあの歩いて移動してみたいと思います。お、なんか砕流ありましたね。ただ水がないな。結構梅雨なのにもかかわらず、なんか乾いちゃってますね。でもちょっとこの辺湿ってるから水が流れた跡もあるんでしょうけど、こういうとこがいいんじゃないかなとか思うんだけどね。まあなんか感覚的にはこういうとこを登っていくと、なんか水溜りとかちょっとあったりして、そういうとこにいるんじゃないのかなみたいな感じもあります。あ、ちょっと湿ってるこの辺。親いないかな、これとかひっくり返してね。いねえか。親も結構なんか対馬山椒ってあの季節外に見つかることがあるらしいんですけど、まあなんせ初めて見る、初めて探す種なんでね。いないか。あ、水溜りあった。いいじゃんいいじゃん、こういう感じですね。あ、いるいるじゃん、いる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 。マジか、早速やん。いる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 、普通にいる。妖精ですけど、ちょっと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 、おおお、いるいるいる。お、でかっ。ちょっと待って、もう手ですくえるぞこれ。いた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 。妖精ですけど、あれ網使っちゃおうかな。ちょっと待って、入ってください。入った、よっしゃー。こんな感じです。おお、普通にいましたね。パッと見て、もうまずここにいるじゃん、いますね。こうずらしていくといるじゃん、ここいるじゃん、これね。でここにもいますね。いやすごいっすね。あのうちのジュニア生物調査隊でスタッフで参加してきてくれてる橋本くんっていうのがいいんですけども、橋本くんがあの対馬に1年間いて働いててですね、その橋本くんが、まあ、対馬山椒はどこでもいますよっていうふうに言ってたんですけど、本当にいるわ。こんなにあっさり見つかったと思わなかった。すげえな、本当に嬉しい。幸先いいっすね。これが、対馬山椒の妖精です。普通にいたわ。こんなにあっさり見つかるとは思いませんでした。じゃあちょっとせっかくなんで潜ってみますね。じゃあ行きます。はい、という感じです。映ってたかな。はい、じゃあなんかめっちゃ幸先いいので、次はあの対馬かぶりもどき、あのマイマイかぶりみたいなやつですね。日本で唯一のかぶりもどきの仲間なんですけども、すっごい綺麗なあの昆虫ですね。ちょっとそれのトラップを仕掛けていきたいと思います。じゃあちょっと一回移動します。トラップはですね、まずこの紙コップを掘って地面に埋める。でこれリンゴ酢なんですけども、これを紙コップの中に入れて
やっていく。で1日経って一晩経って、また来て、回収するっていう感じにしたいと思います。じゃあやってみましょう。どの辺にね埋めりゃいいのかってちょっと分かんないからね、ちょっと適当にね何地点かやっていくしかないよね。ポップがあ、いいか。で、まあ、こんな感じでボスを入れます。まあ溺れちゃしょうがないので、まあこんなもんか。うん、入れすぎ。まあ溺れないか、これだったら。ちょっとじゃあこの草とか一個入れとこうか、溺れないよね。はい、っていう感じで、はい、できました。じゃあこれを、何個か仕掛けていきたいと思います。はい、じゃあ今ね、5箇所仕掛け終わりました。じゃあちょっとまたちょっと違うところにも仕掛けたいと思うので、車でまた移動したいと思います。はい、それでは一夜明けて、対馬かぶりもどきを狙ったトラップは果たして入っているんでしょうか。じゃあ行ってみたいと思います。5箇所仕掛けたんだよね。まず1箇所目はここね。じゃーん、あれ何も入ってないじゃん。おっ、ゴミ虫入ってる。ゴミ虫入ってますね。で3箇所目ゼロ。4箇所目あれ。ということで5個全部失敗でした。ちょっとね場所がダメだったかな。ちょっと今度場所変えてもう一回仕掛けてみたいと思います。どうだ。あ、対馬オサムシ入ってるね。カマドウマ1匹です。あ、対馬オサムシだ。必ずねトラップは回収するように。ここにまたねかけっぱなしで捨てていくと、あの虫が入ってってねひどいことになります。必ず回収はしましょう。今こんなとこを見つけてしまいました。生き物雑貨店、すごい中ね今おしゃれで、しかも生き物雑貨がいっぱい入ってて、僕もこんなもん買ってしまいました。対馬山猫のぬいぐるみ1800円。いいね、これちょっと合宿で寄ったらみんな喜ぶんじゃないか。大久保さん、村上さんが一番喜びそうだ。まあ時間あったら行きましょう。もう辺りはすっかり真っ暗です。現在ねもう8時ですね。はい、なんかちなみにあの民宿のおじさんはね、もうその奥さんもね対馬山猫を見たことがあるって言ってました。あのしょっちゅうじゃないけど、でもあの暮らしてれば見るって言ってましたね。見られたらいいね。あれどこ行った？回っちゃった？落ちる、落ちる、落ちた。お、でけ。対馬か。対馬平田ですね。あー、いいね。まあ逃がしてやるか、こいつは。はい。あー、これ当てちゃった。あ、いた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 。いました、いました。対馬平田ね。もうこのサイズはね、もうちっちゃく見えます。だいぶでかいんだけど。ちっちゃいのもいる。これ対馬平田。うわ、ちっちゃ。あー、落ちた、落ちた。あー、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。あ、朝鮮平田もいる。でけえ、この朝鮮平田。対馬、2日目ということで、まあ、昨日で結構ね、ちょっと目的の生き物は、大体、なんか、見つかってしまったので、今日と、あと明日とかは、いろいろ挨拶回りに行ったりとか、あとは、なんだ、島の様子全体的にね、まあ、どんな感じかなとか見に行ったりとか、まあ、あと商店とかね、そのご飯食べられるとこ探したりとか、まあそういう感じで下見、ちゃんとした下見をしたいと思います。まあって言ってもね、やっぱりこう生き物を見ずにはいられないので、まあゆるっとあの生き物の、観察もしていきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。あー、素晴らしい眺めだね。そしてこの深い森。イノシシの頭骨が落ちていました。多分トラップかなんかで取って捨てたんじゃないかな。そこにほらトラップがありますもんね。カメがいました。クサガメです。こんなとこです。タマムシが飛んできました。偶然、対馬のタマムシです。あ、対馬マムシがいました。うん、今首押さえつけてるんですけど、追ってるね。
かっこいいですね。じゃーん、かわいい。これが赤マダラです。あー、クロゲンじゃん。クロゲンがいた。これね、柵があって網が入れられないんですよ。クロゲンじゃないか。え、小型のだ、小型のだ、小型の。あ、今度はですね、以前あのサブチャンネルの方でもちょこっとだけ紹介したんですけども、2020年に、日本から初記録されたウスリーマメゲンゴロウっていう、ゲンゴロウを探しに行ってみたいと思います。あの実はですね、ジュニア隊のスタッフとしてもよくボランティアで参加してくれてる橋本くんがですね、1年間対馬で仕事をしていて、その時になんかその場所を見つけてあの教えてくれたんですよ。でその時、彼が対馬にいてる時にその撮った答えを僕に送ってくれたんですけども、でもやっぱ自分で撮りたいじゃないですか。なので、橋本くんに教えてもらった場所で接待採集をさせていただこうかなと思います。多分ここだと思うんだけどな、なんとなく。さあ、探してみますか。よいしょ。こういうさ、とこに黒豆ゲンゴロウとかの仲間はこういうとこ好きなんですよ。こういうひたひたのね、滴り水でできた水たまりみたいなね。いそうだけどね、確かに。あ、いた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 。早速いました。いた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 。じゃーん。これです。このスイカの種みたいなやつ。これ。ここにいるの分かりますか？これね。溶けます。これ。こいつです。黄色い点がね、背中についてますね。あ、入っちゃう入っちゃう。ほらほら、これです、これ。これがウスリーマメゲンゴロウです。こういう感じでね、あの、下に水があって、上に落ち葉が溜まってるようなところの、こういうところにね、いるんですね。こんな感じで、たくさんいました。かわいいね。大きさとしては、そうだな、コクロマメゲンゴロウよりちょっと大きいぐらいかな。でも黒豆ゲンゴロウとかオソクロマメゲンゴロウに比べると小さいですね。やっぱね、別種だよこれ。あとここに幼虫もいますね。幼虫もいました。はい、じゃあありがたいことにね、橋本くんのおかげでウスリーマメゲンゴロウサクッと取ることができました。いやー、橋本くんありがとう。ということで、じゃあ次はまた違うところに結構移動してみたいと思います。はい、ということで対馬の下見行ってきました。なかなかね、いろいろ見たいものを見られたし、下見としてはね、かなりあのいい下見ができたんじゃないかなと思います。で、ジュニア生物調和隊の中学部では8月初旬に、みんなで行きますので、こちらの方も撮影していきますので、今回よりもっといい成果をね、期待したいなと思います。じゃあ皆さん、引き続きチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあバイバイ。